藤波慎太郎、伝説になりそう。MLB、平均球速2023年に藤波慎太郎さんにチャップマンエグすぎて草。SPOTV、今月再生回数日本人メジャーリーガー1位、103万回藤波慎太郎、9回裏に2者連続三振で5勝目に、103万回大谷翔平、30号ソロホームランで追撃3位、85万回大谷翔平、32号ツーランホームラン。これは春夏連覇の藤波やわ。マジで球界のアイドルやん。藤波アスレチックスに感謝や。冷静に考えてメジャーで5勝ってすげえよ。あ、軍星藤波は真ん中に構えれば良い、森も僕やったらど真ん中に構えますねって言うてたな。藤波の改善点は何よりスライダーを一時期封印させたことだろ。スライダーを投げさせなくなったらすっぽ抜けが改善したとデータに出たからな。でもスライダー使えへんと本人がやりたいであろう。先発はでけへんやろ。スライダー使って制球が破綻するならスライダー捨てるしかないわな。本人にとって一番投げやすい変化球だろうから躊躇するだろうけど、速球とスプリットだけ投げとけ、中継ぎなら通用する。先発したいならスライダーよりも緩急がつくカーブかチェンジアップを覚えないときつい。メッセンジャーか能見さんのスタイルに近くなればスライダーがなくてもいけるんじゃないか。素質は大谷並みかそれ以上って、高校時代とプロ1、2年目までで証明しとるからな。最近キャッチャーが基本真ん中に構え出したのすこ。構えてもそこに来ないなら真ん中に構えた方がええわな。藤波も真ん中めがけて投げるから荒れてもゾーンに入る可能性高い。ど真ん中で空振り三振取るの最高にかっこいい。なんか当たり前のように毎回102マイル出してて草だ。こや来年のオールスターは藤波で決まりだな。お前はただ全力のストレートを真ん中に投げ続けるだけでいい。それだけで相手は打てないんだ。藤波がチェンジアップ覚えたら強くね。160キロのストレートとそれより遅いチェンジアップとから草に空振りしてくれるだろ。やっぱりポテンシャルがある選手はなんとかできるノウハウがメジャーにはあるんやな。藤波いけるやん。こちらは野球速報チャンネルです。あなたの持っている野球知識をぜひコメントにぶつけて、コメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。